皆さんこんにちは。 LINE 公式アカウントチャンネルのジャノです。つつみです。はい、ジャノさん、ということで今日はテーマは、そう、前回ね、あの売り上げを上げるためには、はい、まあ、嫌われないようにしなくちゃねっていう話をね、キラッと話したんですけど、はい、こうブロック率って気になるんですよね。ああ、そうね。そう、まあ、配信してると本当にそれが相手に刺さってるのかなって気になって、 その指標測る一つの指標としてブロック率があると、うん、これは当然高かったら、まあ、ちょっと嫌われがちな配信だしこれ低かったらちゃんといいよねっていう配信になって、うん、ブロック率らしいよね。とで逆質問ですけど、はい、茶野さん、ブロック率の平均ってどれくらいだと思いますか？どうだろう。私も自分のプライベートで何個かブロックしてるんですよね、はい、しますよね。そう、しちゃうんだよね。意外と多いんじゃないかな、うんうん、30% から 40% ぐらい。わ、結構多いイメージですね。多いイメージ。これね、僕最初ブロック率知らなかった時、うん、10% とか 5% みたいな感じで思ったんですけど、うん、正解いますね、うん、正解は 25%。だから僕たちの間を取ったぐらいが平均ですね。 25%。 なるほどなるほど。100人いたら25人ぐらいはブロックされてると、うん、なかなか個人の LINE で100人友達いて25人ブロックされるっていう、そんな状況ってあんまないじゃないですか。そうです、ちょっと悲しい感じ。悲しいですよね。なので逆に言うと、それと同じ感覚で LINE 公式アカウント運用されると、うん、これちょっとね、痛みます、心が。痛むね。そうそうそう、痛むね。確かに。なのでこのブロック率の平均を知ってもらうと、あ、うん、別に私のブロック10個されてるけど普通なんだと、うん、というふうに思ってもらったらいいかなというところになります。確かに。でもなるべくブロックされない方がいいね。うん、そうですね、うん、まあ、基本的にはあの配信頻度っていうのがやっぱり関わってきますね。週1回の配信がやっぱりベスト。これが、まあ、例えば私もクライアントに入ってるところで週4回配信以前してたところがあったんですけど、すごいね。そこだとね、やっぱりあの週4回でテキストずらーって配信なんですよね。ブロック率 50% 超えみたいな。もうむしろブロックしてる方が多いみたいなね。そんなこともになったりするんで、やっぱり配信頻度っていうのは大事。それはベストなのは、まあ、月4回、もうちょっとミニマムで言うと週1回とかっていう、これがやっぱりベストかなと、まあ、逆に月2回とか1回になっちゃうと、まあ、逆に今度売り上げが上がらないっていう感じになっちゃうので、まあ、そのバランスをとって週1回っていうところがいいかなと思います。しかもあれよね、前回のあのチャンネルの時にお話しした、はい、こう見せる、うん、その売り上げのね、こうセミナーどやさ、うん、このサービスどやさばっかり、うん、月に4回配信するんじゃなくって、はい、そのちょっとブレイクしたところに見せていく。そうですね。なので私たちもその LINE 公式アカウントのコンサルに入らせてもらうときに、うん、まあ、1ヶ月目、2ヶ月目、3ヶ月、じゃあ合計3ヶ月入るとしたら、うん、1ヶ月目は売りの配信一切しないってこともあるんですよ。もうキャラ出しばっかり、とにかく、うん、このアカウントはこの誰々さんっていう人が運営してて、こういうキャラでやってますっていうのを4回配信してファンになってもらって、うん、じゃあその例えばそこの担当の堤さんが言うんだったらちょっと買ってみようかなポチみたい な、 なるほど。そこがね、結構大事だったりする。あれ作戦なんですって。作戦ですね。なのであの私の LINE 公式登録してもらうと結構堤出てますね。意外とあざといんです。こんな可愛い顔してる。意外と黒いこと考えてますよ、この人。逆にですね、はい、あのこうやったらブロックされちゃうぞっていうのも教えてほしいな。さっきの逆で配信頻度が多いっていうのと、うん、あとはね、やっぱりその LINE 公式アカウントの独自の面白い機能を使ってないアカウント。あー、なるほど。例えば、うん、そのカードタイプメッセージっていうのがあるんですけれども、そうそうそう、こういうこうカード型のね、こうカルーセルで何枚も何枚もバーバーバーと横に長く出せるのもあるんですけど、やっぱりそういう確率的なね、ただの画像配信とか長い文章でテキスト配信よりも、あの手を変え品を変え、いろんな形で配信していくとやっぱりいい。それこそ抽選ね、機能を使ったりとか、その面白さを出していくっていうのが一つポイントかもしれない。そっか、ちょっとこの見てる人が参加できるような感じの投稿が意識するといいってことかな。なので私たちのこうサポートしてるあのクライアントでもアクティブ率っていうのが一つあの指標になっていて、一回配信したらどれだけの人が返ってくるのか、メッセージが、あとはこの配信をしたらどのくらいの人がタップしてくれてるとか。そうか、投稿したところで見てくれてるかどうかが、うん、こっちがわからないとあれだもんね。そうそうそう、うん、なので、まあ、これ別の動画で話そうと思うんですけど、うん、開封してくれたのと実際にタップしてくれたりアクションしてくれた率、アクティブな率ってまた全然別物なんですよね、うん、それ次回喋ろうか。次回喋りましょう、ね、ぜひね。じゃあ今日はおしまい。じゃあまたね、バイバイ。